ストポイント、やはりこの左手持ちが一番うまく取れる。初心忘るるべからず。この間のナマズのお兄さんがまたナマズって言ってましたが、上半身裸だったんですけど、めちゃめちゃいい体してましたね。いや僕そっちの趣味はないんですが、いや本当にね、格闘家ですよ。あの体は、ああいう体の人すごいな。なんか格闘家の体してましたね。あのお兄さんは絶対怒らせないようにしよう。メモリアルポイント2。走ろう。メモリアルポイント3。ここが不発だとつらい。すいません、真剣になってるんで言葉少なです。言葉少なです。あの三本食いを狙う、うまい、うまい、うますぎる。あ、めっちゃ三本食いに引っかかってる。それで食わないか。よし。
まり実績はないんですが、一応やっておきましょう。この間ね、小学校の同級生のお子さんと釣りをしたんですね。それでお父さんたけし君って言うんですよ。でちょっと YouTube に載せるので、やっぱ本名とかまずいよねっていう話になって、でどうしようかっつって、じゃああれだっつって、ビートの娘でいいだろうっつって、でビートの娘ってね載せましたけどね。ビートってね、そうあれね、小学校の頃からね、ぐった今くっそー、くったわ、ほら見ました、今うわー、無駄毛持ってったよ。変な話してるからな。まあいいや。小学校の頃からね、ビートっていうのは、要は天才、砂糖を作る天才ありますね。あれと天才、ジーニアスの天才をかけている。そしてなんかこの間なんだっけあれ。ビートたけしの自伝、浅草キッドだっけな、あれ見たらビートはジャズのビートも含まれてるそうです。ちくしょう、ちくしょう。